あ、やべ、ちょっと危ねえ。リカに横火すると座れんだよ、これ。米さんもそんな感じだったね。確かにシュルクもね、前作のシュルクもそんなに強キャラじゃなかったから、そうだね、米さんも確かにそんな感じだったわ。シュルクも今はね、もうたマジただの強キャラだからな。米さんもね、確かにそう、日本ってやっぱそういう人が多かったからね。カメメロックマンもそんな感じだったし、ティーリンクとか、まあ、ヒカルドンキーとか、まあ、コメシュートンとか、いわゆるそのレアキャラで勝ち上がる人が多いっていうイメージが日本に原作かなり根付いてたよ。前線が強キャラだったのはやっぱ剣とかで、2もやっぱレアキャラじゃん、海外。まあ2今作ではね、チェリーとかもいろいろ使ってるけど、前作ではまあ、大体ルカリオ、まあ、たまにクラウドとかも使ってたけど、大体ルカリオだったから、まあ、ルカリオもねレアキャラだったし、まあそのアバダンゴ剣、まあ、あとコモリキリぐらいかな、純粋な強キャラを使ってたのは。それぐらいなんかみんなレアキャラみたいな。あと誰だろう使ってたの、普通に復元させた人。桐原さんもなんか後半は、あの桐原さんでもなんだかんだ言ってたか、あっさり N 回避にしたの偉いな。死んだけど最強キャラだよ俺マジ。セフィロスさ、長いっていうか、そのセフィロスがさ、そのアップデでさ来てから、このセフィロスを使いすぎて、最近なんか気づいたらセフィロス選んでるんだよ。なんかこれ、ね、結構さ、スマブラあるあるなんだけどさ、ガチ勢あるあるなんだけどさ、その脳死でさ、そのこうやって喋りながらとかさ、あと相手とペシャペシャ喋りながらさ、そのスマブラでさ起動してキャラを選ぶと、気づいたら自分のメインキャラにそのポンってカーソルを合わせてることが多くて、セフィロス気づいたらカーソル置いてんだよな。トノさんでもなんかあんまり海外行ってたイメージねえな。なんかその最後のエボ、最後のエボは言ってたけど、なんかそれ以外そんなになんか海外飛び回ってたイメージねえんだよな。むしろわかんない、飛び回ってたかもしれないけど、最後のエボのイメージが強すぎてね、勝手にそう思ってるだけかもしれない。最後のエボのトノさんかっこよかったからな、みんなで応援してたもん。アースさんは、まあピットだ、まあピットどうなんだろうな、強キャラと呼んでいいのか。確かに強かったけど、前作のピット。どうなんだろう、強キャラではなかったんじゃないかな。どうだろう、強キャラと呼んでいいのかな、あれを。強キャラじゃなかったな。まあ中堅上位って感じだったな。強かったけどね。アースさんもどちらかといえばレアキャラって感じだったじゃん。海外でピット使ってる人もあんまりいなかったしな。あ、なすし、え、強すぎるだろ、もうこのカウンターずるすぎる、やば、今の取れちゃうのかよ、ずるじゃん。
単純にズルなんですけど、このカウンター俺は前作は海外行ってないからね。前作は俺は海外に行きたかったけど、やっぱ、ね、そのもっと若かったからね。うちやっぱ母親がね、まあ、今でこそこうやってゲーム見ずにねプロとしてやってるから、まあ、親も応援はしてくれてるけど、まあ、別に俺も俺の親もともとゲームが好きな親ではなかったし、まあ前作プロでもない俺が海外に行くことはできなかっただろうな。普通にやってたから、普通に Wii U に 3DS 繋いで 3DS で夢ブラ出たから、何回か全然笑い話じゃない。当たり前だと思ってやさ、当たり前だと思ってやさわけじゃないけど、でもやっぱさ俺さ、それ今思い出すとさ面白いんだよな。それそのさ 3DS を持ってさ Wii U に3DS 繋げてやるってやっぱ今思うとマジで笑っちゃうよな。面白くない？何しに来たこいつってなるよね。だってさ、言ってしまえばさ、今作梅村にジョイコンで来るみたいなもんだよ。いや別にそのジョイコンが悪いって言ってるわけじゃなくて、だって俺さ、しかもだって当時俺が 3DS で梅村に来てたのって、まあ、高校1年生の時で、で俺まあ身長も小さいじゃん俺。やっぱそのね、身長も低いからさ、結構やっぱ小さい子に見えるじゃん俺ね。笑っちゃうと思う多分ね。梅村とかで身長150前後みたいな、150ちょいぐらいのやつが 3DS 持って梅村来てて俺の寄せにいたら、お、なによちよち梅村初めて来たのかなって思っちゃうもん。だってお、今回初挑戦かな、まあ頑張ってねってなるもん正直。もしジョイコン持って身長150ちょいぐらいのやつが梅村来てたら、お、頑張ってねよしよしってなるよ普通に。申し訳ないけど、申し訳ないけど、お、僕ちゃん、僕ちゃん頑張ってねってなるやっぱ。うん、でも俺結構強かったからね、多分みんなね、多分対戦相手みんなビビってたと思うよ。え、こいつ、なんすか、こいつやるって多分出した、ある程度。なんだかんだね、そのいわゆる上位勢に対しても、勝てないにしてるいい勝負をしてたから、相手によるけど、剣とかにはボコボコにされてたけど。だからさ、多分将軍さんとかがさ、あの結構その俺が初めて戦った時とかってすげえ褒めてくれたのよ。褒めてくれたっつってもさ、でもそこ加味してたからね。やっぱり本当に強くて褒めてたのもあるかもしれないけど、やっぱ冷静に考えてね、身長150センチのやつがね 3DS 持って現れてそれなりに強かったらね、やっぱ褒めるよね。うん、褒めちゃうもんだって。そんなさ小さい子がさ、ジョイコン持ってさ、オフ来てさ、それなりに強かったら、ちょっと苦戦したら、こいつマジかってなるよ。ほんまに？ほんまにいってる？ってなるよ。さすがに。嘘でしょ？ってなるよ。このすぐなんで借りやすいんだろう。まあ、ウェビーが弱いなっていうのは思うけど。指が弱い。顔出んだよな、その指。なんかしないと。飛んじゃうから、そんなウカリアの横スマとか食らったら消し飛んじゃうから、こいつ。
脳トレの BGM やめ。前作のクラウドは普通にリミットが永遠に保持できたから復旧はそんなに弱くなかった。おお、なんだおい、スマブラマックスも参戦させるな。ほら、はい、引っかかるやつ、あ、後ろ向いてしまえた。死にそう、ね、え、空枝で無理じゃん。いいね、おお、参戦させんな。多少止まるぐらいであればギリセーフかもしれないけど、ね、やっぱスマブラマーク君まで参戦するとなるとね、それはもう無理ですね。許容範囲ではないですよ。いけな、でかいでかいでかい、サザエ。何度でも導いて